LED 照明を使って野菜を育てる野菜工場が17日、横浜市で一般公開され、飲食店関係者や家庭菜園の愛好家など、およそ70人が見学に訪れました。野菜工場は横浜市にあるキーストーンテクノロジーが運営するもので、ビルの一室にある工場は、LED のライトで照らされた棚に、レタスやバジルなど中数種類の野菜がぎっしりと並べられています。野菜を照らすライトは赤と青の2色。赤が光合成に使われています。で、青が植物の葉っぱとか茎とか、そういう体を作るものになります。なのでそれをまあ合わせて、植物の成長を促進させるような形です。味がね、濃いんです。やっぱりね、美味しいです。本当に収穫してすぐ洗わないで食べられるっていうのはいいですね。こういう時代なのかなと思いますよ。それとやっぱりほら天候でね、入らなかったりなんかするじゃないですか。これだったらほら全然天候も関係ないし、一年中ね、そうやって入るのが一番いいんじゃないかなと思います。レタスは種を植えてから1ヶ月程度と露地栽培の2倍の速さで収穫できるということです。公開された部屋は70平方メートルほどで、1ヶ月に1万5000株ほどが生産可能ということです。今後は、サラダの野菜、葉物や、ハーブ以外にも、小麦ですとかそういった、人が食べる、中心となる食材、食料になるものを、育てていって、海外などではそういうものが不足するってこと多いと思うんですね。で、そういうことにも対応していけるような、植物工場にしていきたいっていうのがあります。この会社の野菜工場はすでに飲食店などで使われているほか、耕作地の少ないシンガポールや夏に葉物野菜が育ちにくい沖縄県などでも導入されています。